花テレビは2006年4月17日から2010年3月24日まで北海道放送で放送されていたローカルワイド番組である。2006年3月31日まで放送されていたビタミン TP と同年4月14日まで放送されていたテレポート2000を統合する形でスタート。番組は途中に TBS 発のイブニング5を内包していた。 また、毎年6月上旬には、札幌市内で行われるよさこい騒乱祭りの模様を、よさこいスペシャルとして随時番組内に挿入しながら19時54分まで放送することがあった。土曜、日曜には30分枠の関連番組、花テレビ増刊号を日中に不定期放送することがあった。こちらの内容は、本編が取り上げた特集の再放送や、 本編出演メンバーによるトークが中心だった。後継番組は2010年3月29日にスタートしたグッチーの強度期。いずれも日本標準時。開始時刻は多少変動する場合あり。以下はすべて夕方、ワイドとして放送時の出演者。当時は日替わり特集枠も長く、17時台にスポーツニュースを時間を割いて放送するなどしていた。時刻は目安。 コーナーの追加、時間変更が多い。いずれも2009年3月の番組リニューアルまで、使用。ありがとうございます。